アマゴ全盛期を築いた名所、アマゴ春久。中国地方を席巻した実力とは。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、アマゴ春久について紹介していこうと思います。下克上によって戦国大名への道を切り開き、山陰山陽11カ国の大主となったアマゴ常久。その孫にあたるのが今回ご紹介するアマゴ春久です。一説には資料が浅く決起に流行る気象があったとされていますが、近年の歴史研究から見れば、祖父常久に勝るとも劣らない器量の持ち主だったことが伺えます。ライバルの大内氏、そして毛利元就を相手に中国地方を席巻した春久の生き様をご紹介していきましょう。常久の後継者となった孫の明久。山陰地方の出雲の国を支配していたのは守護京極氏でしたが、守護代である尼子常久が事実上の国主となったのは1508年頃とされています。その後も国内の反対勢力を鎮圧し、出雲一帯を掌握するまでに10年の歳月がかかりました。そのような中、常久の嫡男正久の次男として春久は生まれています。幼名を三郎四郎と言い、本来であれば家督を継ぐ立場になかったものの、兄が夭折したために尼子氏の嫡子となったのです。父正久は知勇に優れた武将だったようで、常久も自らの片腕として将来を期待していました。ところが1518年、九州の京極氏に心を寄せる桜井宗敵が反旗を翻し、阿余城に籠城します。正久は討伐軍を率いて城を兵糧攻めにし、舞を宴会を開いて城兵の士気をそぐ戦術に出ました。しかし正久が吹く笛の音をめがけて敵の矢が放たれ、運悪く正久に命中してしまったのです。その死を知った常久は激怒し、城主以下皆殺しにした挙句、阿余城は落城しますが、愛する嫡男を失った常久は悲嘆に暮れたそうです。とはいえ、常久の後継者は決めておかねばなりません。そこで4歳の三郎四郎が常久の正室となり、やがて元服を果たして明久と名乗りました。その間にも常久は着々と尼子氏の勢力拡大を図っており、石見や備後、安芸へ盛んに出兵を繰り返しています。多くの国衆らが尼子氏に従属することとなり、周防長門の大内氏と肩を並べるほどの戦国大名へと成長しました。しかし一方で強引な拡大戦略は有力国衆との圧力を生みました。安芸毛利氏の後継者争いに深く介入したことで毛利元就の離反を招き、これが後々の禍根の元になったからです。また出雲国内でも反乱の火種はくすぶり続けていました。連年にわたる遠征によって国衆たちの負担が増し、心から尼子氏に従属しない勢力もあったからです。その中心人物こそ常久の三男円谷興久でした。大きく版図を広げる尼子氏。1530年、反尼子勢力と手を結んだ円谷興久が反乱を起こし、尼子家臣団を二分するほどの内乱となりました。明久もちょうどこの頃に初陣を迎えたものと思われます。備後方面へ出陣した明久は山内氏を討ち、出雲へ転戦して藤ヶ瀬城の三沢為国を攻めました。劣勢に陥っていた常久はライバルだった大内氏の支援を取り付けて反撃に出ます。やがて最後の拠点となった佐田城を攻められた明久は備後へ落ち、反乱はようやく鎮圧されたのです。ちょうどこの頃、豊後の大友義明が上洛を画策しており、大内氏を牽制するべく包囲網の形成を呼びかけていました。
もちろん大内氏と同盟を結んでいた常久はこれに応じません。それどころか孫の明久に命じて独力で美政備中を攻め取る作戦に出たのです。蜂起の南条氏や小鴨らの妨害もあって明久は苦戦するものの、足掛け5年で領国を手中に収めました。孫の活躍ぶりに常久もようやく安心したのでしょうか。1537年になると隠居し、明久は正式に尼子市の当主となりました。明久も積極的な拡大政策を継承していきますが、ここで大内領となっていた石見銀山に目をつけます。大友氏との戦いで防備が手薄になっていたため、明久は電光石火の勢いで銀山を奪い取ってしまったのです。豊富に産出される銀は戦時経済を支え、文字通り尼子市の屋台骨となりました。さらに明久は反転して遠く播磨への侵攻を画策します。数万規模の大軍で播磨東部へ進軍した尼子軍は、守護赤松晴政を追い落とし、辰野城を落城させ、細川持孝の援軍を撃破しました。京都の人々は明日にでも明久がやってくるのではないかと噂したそうです。とはいえ石見銀山を奪い大内氏を敵に回してしまったことは、明久にとって大きなミスとなります。やがて手痛い逆襲を食らうのでした。尼子市最大のピンチを迎える。経済の鍵を握る石見銀山を奪われた大内ですが、指を加えて見ていただけではありません。密かに逆襲の機会を狙っていたのです。まず北九州をめぐって敵対していた大友氏と和睦し、ついで尼子方となっていた秋の武田信真を攻撃しました。さらに小早川氏が大内方に転じます。こうなると播磨に固執している場合ではありません。明久は播磨に展開していた軍勢を撤収させて出雲へ呼び戻しました。秋ビンゴで不利になった情勢を覆すには、秋で中心的存在となっていた毛利氏を何とかするしかありません。そこで明久は毛利元就の討伐を決心するのです。祖父常久、そして叔父久行はこの遠征に反対し、決起に流行る明久はついに強行したという通説がありますが、これは後世の創作だった可能性があります。明久にしてみれば、大軍で元就の吉田郡山城を囲めばすぐにでも降参するだろうと踏んだのでしょう。武力で威嚇させることで安芸国衆たちをなびかせる意図があったようです。しかし事態は明久の思惑通りに進みません。3万の大軍で囲むものの、元就は一向に降参してきませんでした。かといって力攻めでは味方の損害も大きくなるでしょう。明久は結局のところ長期戦に付き合わざるを得なかったわけです。なぜ尼子軍が吉田郡山城を落とせなかったのか、理由はそこにあります。武力による脅しが目的ですから、尼子軍は最初から本気で戦うつもりなどありません。思わぬ長期戦となったため、ますます士気が下がってしまったというのが真相でしょう。やがて末高房率いる援軍が到着。明久は撃退を始めますが、追撃を受けて多くの損害を出し、遠征は大失敗に終わったのです。この惨敗をきっかけに尼子氏は大きなピンチに陥ります。たかが一つの戦いに負けただけと思うなかれ、そこが戦国時代の怖いところです。それまで尼子氏に従属していた国衆たちが次々に明久を見限り、大内方へと転じたのです。さらに祖父常久の死も重なるという不運ぶりでした。戦国大名同士の戦いは国衆の取り合いという側面があります。いかに彼らをつなぎ止めるか、それが勝敗の大きな鍵となったのです。合算戸田城の戦い。さて、毛利氏討伐が失敗に終わったことにより、秋の権力基盤を失うこととなった明久ですが、さらなる苦境が襲います。秋だけでなく、備後、石見、
さらに出雲の国衆たちの多くが雨越しを離反したのです。秋久は権威回復を念じて将軍足利義晴から一字を賜り晴久と改名しますが、事態はますます不利になっていきました。そして1542年、いよいよ大内氏が雨子と決着をつけるべく動き出します。大内義高自らが大軍を率いて出雲を目指して進軍を開始しました。途中毛利氏や増田氏などを加え、水戸屋氏や三沢氏といった出雲の国衆らも参陣。その数は4万5000にまで膨れ上がったといいます。一方迎え撃つ雨子軍は1万ばかり、主力は合算戸田城にこもりました。ところが合算戸田城は常久が心血を注いで作り上げた要塞です。力攻めでは到底落とせない難攻不落ぶりでした。城攻めは翌年になってから開始されましたが、やはり攻撃は難航して損害は増すばかり。また大内軍は長い遠征だったために兵糧が不足していました。やがて雨子方の伏兵に領土を塞がれ、兵たちは飢えに苦しんだといいます。一向に進展しない戦況に業を煮やした出雲の黒人たちはまたしても大内氏を裏切るのです。城へ攻めかかるように見せかけて雨子軍と合流したり、あるいは勝手に陣を引き払って所領へ帰ってしまう者が現れました。これら国衆たちの再度の寝返りによって戦況は完全に逆転し、大内軍は危機的状況を迎えます。もはや城攻めを続けても拉致が開かないと判断した大内義高は陣払いを決意、撤退の準備に取り掛かりました。しかし晴久はそんなチャンスを見逃しません。雨子全軍が城を出て大内軍を追撃したのです。混乱の中で義高の養子氏晴持が溺死し、小早川政平も討ち死に。毛利元就もなんとか脱出しますが、一時は死を覚悟するほどの負け戦となりました。晴久はこの機に乗じて石見を取り戻し、大内方に加担した国衆らを粛清処罰することで家中の引き締めを図ったのです。ここから晴久の勢いは止まりません。斜陽の大内氏を尻目に対外侵攻を繰り返すことになります。同年7月、石見銀山を取り戻して掌握。翌年には稲葉の死後山梨を屈服させました。さらに宝器、美作、備後、備前へと勢力範囲を広げ、まさしく雨子氏の全盛時代を築いたのです。1551年、末高房の謀反によって大内義高が殺されると、大内氏に成り代わって山陰山陽八カ国の守護に任ぜられ、幕府小藩衆に列しました。またこの頃から中央集権体制を作り上げるべく晴久は奔走しています。領土支配が不安定なのは独立性が高い国衆の力が強いからであり、これを統制することでトップダウン式の支配体制を築こうとしたのです。そのため国衆の領地を削減したり配置転換をすることで直轄地を増やし、あるいは彼らの一部を直臣や奉行を取り立てるなど、領地の直接支配を目指したのです。これは後の織田信長が築いた中央集権支配とよく似ていますね。晩年に晴久が犯した致命的なミスとは、中央集権化を進める晴久でしたが、これが一族間の圧力を生む結果となりました。それが叔父雨子国久と彼が率いる新宮党の存在でした。もともと関係が良好だったというわけではありませんが、国久は新宮党が持つ独立性が失われるのではと危惧を抱いていたようです。そしてことあるごとに反発し、傲慢な態度も災いしていさかいを起こすことも少なくありませんでした。晴久の方も統率を乱す新宮党の存在を目障りに感じていたのでしょう。やがて晴久の正室として嫁いでいた国久の娘が亡くなり、両者をつなぎ止める者が亡くなりました。1554年11月、ついに国久
正久不死はじめ新宮党の粛清を断行します。これによって新宮党の基盤だった広大な領地は直轄地とされ、尼子氏はさらなる権力基盤の強化に成功しています。とはいえ勇猛な新宮党は尼子氏の中核戦力だったため、その喪失は軍事的衰退だけでなく、尼子氏を支えるべき親族たちの喪失も意味したのです。ちょうど同じ頃、春久は周防長門の実権を奪った末春方と同盟を結んでおり、毛利氏を共通の敵としていました。着実に地方を固めつつあった元就に対する警戒心は持っていたのでしょうが、もしこの時春久と春方が共謀して安芸へ兵を進めたなら、元就の運命もどうなっていたのか分かりません。結局厳島の戦いで敗れた春方は戦死し、いよいよ毛利氏は春久の強敵となるのです。その後周防へ進撃した毛利軍は大内義長を自害に追い込み、旧大内領を手に入れました。これで春久と元就が直接対峙する形になったのです。対決の焦点となったのはやはり石見銀山でした。互いに兵を繰り出して激戦に及ぶものの、春久は巧みな軍略で毛利の攻勢を押し返し、二度にわたって撃退したのです。春久が存命中は一度も奪われることはありませんでした。しかし春久にとって思いもしない最後が訪れます。合算戸田城内で47歳という若さで急死したのです。中央集権体制が軌道に乗り、いよいよこれからという矢先でした。敵対する毛利氏、そして不満を持っていた領内の国衆たちのこともあり、嫡男義久も22歳という若さでした。そのため盛大な葬儀は行われず、密葬に近い形で埋葬されたようです。春久は最後まで致命的なミスをカバーできませんでした。一つは念願だった中央集権体制が完成に至らなかったことです。意欲的に改革に取り組んだものの、国衆たちへ浸透することなく春久は死を迎えました。もう一つは安芸の毛利氏を打倒できなかったことでしょう。元就の台頭をもっと警戒するべきだったはずです。もし本気で潰そうと思えば潰せたはずなのです。最後に新宮党の粛清が挙げられるでしょうか。確かに尼子宗家の権限を強化することに成功しましたが、頼るべき身内を失ったことは大きな痛手だったはずです。これが義久の代になって大きく響くことになりました。まとめ、春久が希代の軍略家、政治家だったことは疑いありません。難しい国衆たちの統制を成し遂げ、並み居るライバルたちと渡り合って戦国を生き抜いたわけですから。しかしその死はあまりにも早すぎました。彼が目指したトップダウンの国家体制は、地方の古い領国支配体制へ浸透するまでに時間がかかりすぎたのです。もし春久がもう少し長生きしていれば、尼子氏の命運も違ったものになっていたかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。